ドッグホームチャンネル。はい、こんにちは。ドッグホームチャンネルへようこそ。今日の動画はトイプードルのハッピーくんの動画になります。あー、緊張緊張だよね。あ、なんかお手入れしてくれてたみたいで、なんかふわふわ、ここさすがですね。犬に気使ってる感じかな。そう、ご飯とかもね、考えてる。うん、そうそうそう、ね、ハッピーくん一時ね、ハッピーくんね、うん、パンを盗み食いしたとか話を聞いてなんか、あれ私の記憶違いじゃないと思うんだけど、一斤をペロリしたっていう話を聞いたことがあるんだけど、一斤は食べてないと思うんだよな。多分記憶違いだと思うんだけど。シャンプーですよ、シャンプーシャンプー。お母さん大好きだもんね。前にひどい目にあったんだよね、うん、そう、あのワクチンの副反応の一つで、うんうん、抗原性血小板減少症っていうのがあるんだけど、うんうん、多分ワクチンの原因だろうって獣医さんでも言われて、うん、それになっちゃったの。どんな症状が出るの？あのね、内出血、皮下出血が、あ、言ってたね、そうそう止まらない、うんうん、で初めてでその時に、その症状が出てた時に来て、なんと話にお腹見たら内出血してて、これ何ですかねとか言って、本人でも痛がってないですみたいな、そんなんで、じゃあ様子見ながらやりますねって言って、返す頃にはその範がどんどんもう広範囲に広がっちゃった。要は皮下出血が続いちゃった。でもこれは異常だから医者行ってくれってお願いして、で医者連れて行ったら血小板減少症になってた。怖いね、うん、大変だったね。ね、大変だったね、僕ね。今は大丈夫、うん、で結局それの治療でステロイド、うん、結局今そういうのってさ、ステロイドしかないから、うん、でね、ドクターでね、よかったね、ハッピーくん。ね、よいしょ、ね、若い時はやんちゃでね、娘さんのお花にかぶりついたりとかしてたけどね。そうなの、うん、今何歳？あ、何歳？10歳ぐらい。うん、そうだね。よかったな、ハッピーくん。そういうのも大変だね、犬は言えないもんね。そうそう、で、痛みとかがね、多分ないと思うんだよね、うんうん、で、おかしいなと思って。あ、そっか、それでうちが気づいてあげて、うん、そう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 、ハッピーくん、あ、こっそりです。そう、こっそり不安ですね。そうだからね、お母さんと離れて不安なんでね、僕はね。だからさ、シャンプーは特に。でもね、そういうなんていうの、なんかの変化、犬の変化、うん、ちゃんと見てあげられるのはやっぱりね、こういうふうに出してくれると、そうそう、定期的に出してくれてれば、うん、わかるからね。そう、なんかなんだこりゃっていうのがあるから、うん、逆にそういうのに気づかないで、うん、なんだろう、それが悪化しちゃうっていうことは、悪化したら、うん、多分、うん、あ、どうなるんだろう。血小板減少症、私も徹底的には調べてないからちょっとわかんないんだけど、うん、でも怖いよね、うん、もともと持ってるのかもしれないしね、うん、アレルギーなんかもあるわけじゃん、うん、だからイボができてたりとかさ、うん、あとね、過去に見つけたことがあるのはね、子宮蓄膿症なの、うん、いや、ほら、避妊手術してないと子宮があるから、うん、その子宮の内部に膿が溜まっちゃう病気なんだけど、蓄膿だからね、うん、犬はね、飼い主さんが目で見てわかる。あれは飼い主さんによってすごく水を飲んで、うん、すごくおしっこを出す、うん、で、あと陰部から膿が出る、うん、で、あれおかしいなみたいな。で、その子来た時がなんかね、やっぱ膿がすごい出てて、飼い主さんによかどうかは
まあ、シャンプーで来る一時だから分かんなかったんだけど、ちょっとこれおかしいんで医者行ってみてもらっていいですかってお願いして、結局軽いとあの薬で散らしちゃうこともあるのね。で結局一回薬で散らしたのかな、あの子は。でそれから手術して子宮全摘。これは大変だね。そうそうそう、お腹開けてるの全身麻酔の大手術だからね。でも家はさ、食べれないからさ、飼い主がやっぱりそういうなんだろう、ね、勉強して医療もらえながらどういうことにがあるっていうのを覚えないときは勉強しなくてわかんないから。そうだね、そういうのが私にどうしたらいいか。なんかその病気とかの起こり、一番初めのその素件も知っとかないと。そう、知っとかないと。で、そう、分かんなかったらすぐ相談できる獣医さんじゃなくて、それをもうちょっとハードルの低い場所であればいいなとも思ってる。気づいてあげないのがやっぱり一番だった。そうそうそう、それでどうするか。そういうのも含んでるのかな。そうなのよ、そうなんですよね。山田です。もう出れると思ってた。残念、疲れてるから。まだです。まだです。そうだね。はい。そう、もう一回。いいかですね。でも早く見つかってよかったね。そう、そういうのはね、早期発見であれば助かるからね。手遅れでしたじゃ一番。だからね。でも何、あのこっちが見つけてあげて。あのちょっとこれは医者にみたいな言っても行かない人もいるよ。ああ、それはあるよね。だって保険が効かないじゃない、まあ犬の保険ってはあるけどさ、でもそれでお金がさ、まあ変な話、第一律で30万とか普通にかかりますじゃね、みたいな考える人もいるよね。いるし、たかが犬でしょって思う方も、そうか、未だにいるんで、ちょ重いよ。一つの命じゃないよ、一つの命なんだけどね。そうなんだよね。そこはね、難しいよね。難しいっていうか、人それぞれになっちゃうから。でもそんな軽視するなら、じゃあなぜ買った、そんなお金のかかる維持が大変なものって思っちゃう。それこそどこぞの AI 搭載した犬型ロボットでいいじゃんとか思っちゃう。電気代だけで済むじゃないかみたいな。家族だから ね。今日はちょっと重い話ですね、はい、でもね、こういうのはね普通にあるもんだからね、チャンネル登録よろしくね。